吉田さん、それじゃあ一人でやっていけなよって言われましたか、うん、でも私それ本当にそう思うんですけどもね、一人でビジネスできる人って言ってみればどの会社に行ってもきっと実績上げると思うんですよ。だから引っ張りだこですよね。で、会社で勤まらない人って独立してももっと勤まんないじゃないですか。で、会社に入れてもらえない人って自分で事業するのかなり難しいと思うんですよ。もちろんね、自分が就職活動して世の中の誰も取ってくれない、どの会社にも入社できないって思った時にやべえと思って自分をね、本当の意味で鍛え上げる人ってのはそっからスタートして一人でやっていけるようになる、そんな道はあると思うんですよ。だからね、やっぱりね、一人で稼ぐっていうのはたくさんの人の力を借りるっていうことでもあるんですけども、自分も力を貸せるってことでないと、多分受け入れてくれないですよね。確かにね、それは思いますね。で、会長は会長でもね、山口会長ですけども、うちの山口会長は借金作るのが得意で20億まで行ったんですけども、結局もう返済そろそろ終わるんじゃないかなと思うんですよ、十数年でね。で、しっかり稼げる人って借金が20億あっても銀行はね1億2億と貸すんですよ。すごいですよね、これはね、だからその借金の額じゃなくて結局自分がどんな力を持ってるのかなんですよね。で、私は48でもうすぐ50になるじゃないですか。50歳になって転職が難しいという意見もあれば、いや50年生きてきたんで自分のノウハウでね、一人でももちろんできるし、それこそどこの会社に入っても絶対役に立てるよみたいなね、そんな見方ってできると思うんですよ。年齢を重ねれば重ねるほど引っ張りだこになる人と、あと年齢を重ねれば重ねるほど誰にも見向きもされなくなっちゃう人と、本当にね、こう格差っていうのは同じ世代で極めてね、不条理にも起きてきますよね。でもそれは自分がどんな人生を歩んできたか全部自分の通信簿なんですよ。なんか運が良かった悪かったとか、見る目が世の中にある人ない人、そんなことじゃなくて、まずは自分が認められないとどうにもならないってことですよね。で、まあ私もはばかりながらね、自分一人で売り上げを作って、まあ、一応億っていう金額までたどり着いた人間ですよ。そうなったら一般の例えば月給20万30万の会社が私を使いたがるんじゃないかなというところはあります。もちろん発信力とかプレゼンの能力とか、あとデジタルコンテンツを作るっていう能力もあります。転売のスキルもあるし、なんなら FX でもいいわけですよ。どこからどうやっても新しい部門を作っていけるし、自分が入った会社の業績を、まあ、例えばね、1000万年収年商で上げるとか5000万年商で上げるって約束を私できるんですよ。で、そう思いませんか。これ完全にできますよね。私がどっかの会社の面接の時言うことは、この会社の年商を何々と何々部門を組み合わせて、もしくは新しい部門開発をして、そこで私に権限を与えれば1年後の今5000万ね、この会社の年商上がってるでしょう、あらりで、3000万上げてみせますよっていうふうに言うでしょうね。で、その裏付けはって言ったら、この拡散力見てください、 YouTube のチャンネル登録者数、そして私がずっと作ってきた YouTube のアップロード本数、これ見てくださいと。なんなら私ここで30分プレゼンしましょうかとかね、いろいろ切り口ありますよね。喋るだけでも多分目の前の人を攻略できると思うんですよ。で、あれだったらね、これから3時間以内に3万円作ってきますとか言って出かけて行って3万円の売り上げ作って戻ってくることも多分できますよね。これができるから、私はできるから、多分リアルでもネットでも多分誰に対しても切り込むことができるんですよね。でもどうでしょうか、私が今やったようなことを言ってのけることができる人っていますかね。で、投資の話、暗号通貨の話ね、吉田さんは暗号通貨のあれがいいこれがいいっていうよりも自分の価値を高めた方がいいよねって、それは本当正解なんですよ。で、私もそれ本当に思うんですよ。例えばね、経営分析できない人が暗号通貨の見分け方なんてできるわけないですよね。だって経営分析できない人がどうやってね、どの暗号通貨価値が高まりそうみたいなの分かんないじゃないですか。結局ね、私が見るところ、当時2017年当時見てたところ、誰かが YouTube で発信したのを聞いて、ほんほんほん、じゃあ似たような YouTube 作ろうかな、で、お互いがコピーしまくってアクセス稼いでるだけですよ、当時の。だから私はちょっと異彩を放つね、メッセージを出してますね、その時に。で、まあ、ビットコインがどうとかね、ネムで盗まれてどうとか、まあ、そういうことで狼狽しまくりですよね。いや、待て待てと。この暴落が予測できなくて何がね、どの通貨が価値があるかなみたいなことだよって話ですよね。暴落って言っても暴落じゃねえよこれは。いや、想定してる金額の10分の1動いたかどうかじゃないかみたいな、ね、で、ビットコインなんて1000万とか当たり前のに行くと。で、ね、今 ADA とかの他のいろんな通貨もありますけども、
こんなので暴落とか言ったらやってらんねえよみたいな感じだったですね、当時ね。でも多くの人は生半可な知識と、にわか病法でやってきたもんだから、しかも余剰資金でやってないですからね。だからもう全然狼狽しちゃって、なんか破産だとかね、飛んだとかね、本当なんか宇宙人みたいなことばっかり言ってましたよね。まさに自分の価値もないから価値のあるものが見抜けないし、価値のあるものにないというふうな判断をするし、価値のないものにあるっていうふうな判断をして、私が止めても1年間2年間ずっと止め続けた ICO にみんなチャレンジしてね、で資金失って、はい終わりって感じですよ。で私は一件も ICO を進めなかったんですけども、暗号通貨の情報発信してる久保が怪しいとか、速稼塾が怪しいになるわけじゃないですか。俺は ICO 一切買うなと言ったはずだぞと。バブルってのは多くの人がお金を失う瞬間だぞって1年間言い続けたのに、これですよ、まあでもしょうがないですね。レッテルが貼られるのは発信者の務めみたいなもんです。ということでね、やっぱりまず自分の価値を高めること、そして自分の価値を高めて自分の価値が分かるから他者の価値も見抜けるようになるんじゃないかなと思いますけどもね。どうでしょうかね。